はい、皆さんこんにちは、森有里です。はい、最近ね、すっごくアプリ編集するのが楽しくて楽しくてしょうがなくて、とりあえずなんかアプリのあれが、なんていうんだろう、いろんなアプリがありすぎてね、すごい楽しくていろんなアプリを撮ってるんですけど、相変わらず SNS はですね、ちょっとたまりにたまって、本当申し訳ないです。で、ですね、今日は私の、取説を私自身の目で見ようかと思って、私はどういう人間なんだと、これであのこうちゃんとか、まあ、皆さん見てくれている皆さんに私はどういう人間なのかという分析ができるアプリっぽかったので、ちょっとこのアプリを撮ってみました。なんかね、ちょっと面白そうだったので、一応生年月日だけ今入れてあるんですけども、ちょっと開いてみますね。でこんな感じになってるんですよ。でね、なんかあなたの取扱説明書、性格完全マニュアル、ご使用上の注意、ご使用前には本書をお読みいただき、正しく安全にお使いください。まあ要は自分のね、取扱説明書ができると。で多分これね、進まないんですよ、こうやってやってもね。で取説を読むって多分こう、多分押す。でそうすると、そうするといっぱい出てくるんです。こうやって項目がいっぱい出てくるので、なんかね、1回じゃ終わらない気がするので、何回かに分けてみたいと思います。ほら、2016年の取説幸せ編とかね、なんかすごく面白そうなものが、あなたとあの人、恋の取説、恋の生涯みたいな、なんかすごく恋の取説、ダラ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 みたいな取説に多分交えてね、いっぱい取説があるのかなっていう。お金の取説とか超気になる。まあとりあえずですね、いろんな取説があるので、今日の取説は私のまずもう本当に一番性格基本編ですね、やってみたいと思います。これですね。で私の、まあ、生年月日バレますね。皆さんウィキペディアを見ていただければバレてるんですけれども、25歳でございます。はい、ということで入れたいと思います。でね、この取説を開くってとこ押すと出てくるみたいです。まだここ押してないの、怖いから。とりあえずここだけはねやったんだけども、ちょっとここ押してないので押してみたいと思います。今日のね、ちょっとゲーム実況とかアプリ実況ちょっとスムーズにいきたいなと思って、多分取説がね長いと思うので、だって年齢とか言うでしょ、名前と生年月日で分類される性格タイプであなただけの取説をらしいので、ちょっと取説開いてみましょう。はい、このなんかアチョウみたいなマークがすごい好きなんだけど、怖い、取説開きますね。はい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 。正しく安全にお使いいただくために、あるいは明るく楽しく生きていくために、この取扱説明書をしっかりとお読みください。はい。目次1、製品の特徴。目次2、安全にお使いいただくために。目次3、必ずお守りください。4、最後にって書いてありますね。気になる。次のページ。はい、製品の特徴ですね。冒険が好き。当たってる。旅行パンフレットが愛読者。それは穴がち間違ってない。結構なんか JAL とかなんかそこら辺のペペペってもらってきて、なんかそうですね、確かに愛読、確かに愛読はしてるかもしれないな。チャレンジ魂は LL サイズ。どうしよう、今 L サイズです、大丈夫です。違うか、さチャレンジと魂が LL ね。まあ希望は大きく的な感じですね。大丈夫です。元 3L、4L、5L です。5まで行ってないかな。でも4ぐらいまで行った気がしますね。ここちょっとじわじわくるわ、LL サイズ。なんか見透かされてる感が半端ない。でも大丈夫、今 L サイズ以下ですね。今 M と L 着てるんで。はい、ラフなファッション。ラフですね。今超ラフなファッションしてる。やばいですね。全然ロリータのかけらすらない。行きます。なんかすごい出てきた。森崎アリスの目玉機能は圧倒的生産能力。生産能力。どんどん新しいアイデアを生み出します。細かいことは二の次で、自分の楽しい面白いという感性を 大切にしすぎて、業界では際立った存在だと言えます。ある意味時代の一歩先を行っているので、たまに行方不明になってしまいます。そうですね、いやでも嬉しい。なんか楽しい面白いという感性っていうのは、確かに私はYouTube をやっていてもそうなんですけど、自分で
面白いと思ったこと、楽しいと思ったことをシェアしたいっていう意味で私は YouTube をやって、例えば悲しいこと、まあ嬉しいこと、まあ、全ての感情、喜怒哀楽をもう全て YouTube にボーンと突っ込みたいっていう思いで私はやってるので、っていうのは例えば歌がやりたいとか演技がやりたいとか、なんて言うんだろう、そういう明確なビジョンがあるじゃあるんですよ。タレントとして、まあ、ずっとやっていきたいっていうのはあるんですけど、タレントもオールジャンルで私はやっていきたいので、いろんなことをぶっ込んでるっていうのはありますね。確かに当たってますね、すごい。で、時代の一歩先を行ってるっていう、どうなんすかね、そこどうなんだろう。でも行方不明なのはもうすげえ当たってる、マジで。今どこにいんのっていう、もうすごい方向音痴だし、あとはなんだろうな、目離したら本当に立ち止まっていろんなものに興味津々になっちゃって、ずっとこうやって止まったまんまだったりとかもあるので、確かに当たってる、間違ってないですね。で、じゃあ次のページいきましょう。何これ、ちょっと怖いんだけど。安全にお使いいただくために、そばで待機をしていること、一緒にいるだけで HP を分けてもらえることがあります。嬉しい。これってあれでしょ、私といる時のメリットってことですよね。すごい嬉しいんだけど、ありがてー、ありがたいです。HP 分けてもらえてますかね、皆さん。魅力的誘導、勧誘でした、魅力的勧誘。お誘いを受けると新品の輝きを取り戻します。はあ、そういうこと、そういうこと。私から誘うとってことか、びっくりした。誰かから誘われたら、まあ、たまには可愛く着飾るよう的な感じじゃなくてか。どうなんですかね、これわかんない。Google 前に聞く、とにかく知識豊富なので困った時は頼りましょう。これはよく言われますね。なんか無駄に資格とかを持ってるので、なんか確かに、なんか余計な知識だけ、引き出しだけ多いとは言われますね。あ、怖い、バットがある。なんて読むこれ、わかんない、バカがバレる。なんこれ、空気を読めは外国語と同じです。そうだね、私クソ KO だと思う。なんかなんていうんですかね、 KO っていうよりかは、なんて言うんだろうな、難しいんですけど、まあ、動画の世界だと本当相対で合ってるわけじゃないから余計に難しいんですけど、なんだろう、場をぶっ壊すっていうことが私のお仕事でもあったりするので、タレントとしてはそのバラエティとかの部分で、なんかそういう面ではすごくいいように発揮はしてくれてると思うんですけど、それが日常のプライベートに出ちゃってる時があったりするから、すっごくね、本当に空気読めとか言われると、なんかこう職業病みたいな感じで治せないんだよっていう思いと共に戦ってますね、頑張って。でも本当にそれ外国語と同じ、言っちゃ多分そうかもしれないですね。長時間同じ場所に拘束すると一気に老け込みますまあそれはある。そうですね、自由な人なので、そうですね、真面目かつ自由なので、すごく面倒くさい性格をしてますね。それはめっちゃ当たってますね。やばいなこれ、超取説声。次のページいきます。必ずお守りくださいっていうところですね。紛失注意、浮気中、浮気、あ、そういうこと、浮気をされたなってことか。あ、ね、私浮気結構されやすいんですよね、確かに。いや、浮気はそうです、浮気したらとことんもう追い詰めるので、相手の方を相手の方と、もう相手の方、なんていうんですか、私の相手の方とこの人の相手方含め全て追い詰めるので、そうですね、ご使用上の注意としては合ってると思います。委員長を混ぜるのは危険。私委員長やってたんだけど、やってたよ委員長、めっちゃすごいなんかラフな委員長だった気がする。やってましたね、混ぜるな危険って。なんで委員長やってたよ私。まあでも確かに、まあ委員長っていう、ほんと学級委員長もやったことあるし、体育委員の委員長だったんですけど、なんかそうですね、体育会系っちゃ体育会系だったから、まあ体育委員の委員長だったら全然大丈夫だったんですけど、学級委員はね結構ねきつかったね。なので私をもうチョイスした時点で間違っているはい、紛失注意でしょ、長時間目を離さないようにしてくださいと。はい、
まあどっか行っちゃうからねってことなんでしょうね。まあ行方不明になるので、まあそんなね、もう家にいますけどね基本ね仕事以外の日はもう引きこもりなので。はい、じゃあ次のページいきます。最後にこっちも見てて、はい、番宣ですね。はい、こんな感じです。メニューじゃあ一覧に戻りましょう。はい、ということで今回は私のこの取説ですね、私森崎アリスの取説でした。基本編すごい面白かった。これなんか次もちょっとこの取説動画撮りたいと思いますので、皆さん楽しみにしててください。ちょっとこの本当にねシュールですごく面白い。はい、ということで皆さんもぜひ使ってみてください。そして私のこのゲーム実況ハマってきた感が本当に申し訳ないんですけど、このね編集が楽しくて楽しくて仕方ないんですよ。このここにワイプ入れるのとかさ、もうさあのもうねすっごいねあの憧れだったからね、頑張って自分でできるようになってきて、パソコンこう使えるようになったのがすごく嬉しくて、ちょ満喫で頑張って編集してるので皆さんよかったら見てください。ということで森ありでした。バイバイ、ありがとうございます。ツイッター、インスタグラムの ID は横に書いてあります。ぜひチェックしてみてください。ということで次の動画もお楽しみに。最後までご視聴ありがとうございました。いつも本当にありがとうございます。皆様のおかげで森ありは成立しております。今回の取説のアプリはですね、なんかいろいろジャンルがあったので、本当にこれからも何回かやらせていただけたらなと思うんですけれども、普段のラブログだったり、あの私のなんだレビュー動画だったりとか、もう本当に私は変わらず毎日頑張って、まあ毎日できない日もあると思うんですけど更新をしていきたいと思っていますので、これからも森崎ありさんをよろしくお願いいたします。チャンネル登録をしていない方はまだここら辺にね丸っこいボタンを出しておけたら出しておきますので、皆さんよかったらチャンネル登録の方もよろしくお願いいたします。過去の動画も丸の画像と一緒にここら辺にポポポンと一個ら辺出しておくので、皆さんよかったら見てみてください。それでは森ありでした。バイバーイ。